英雄たちの前に現れた謎の女、玉物前。彼女が持つ鏡より放たれた光は、しばしたちを包み込み、彼らを奇妙な空間へと迷い込ませた。見慣れているはずの風景から放たれる違和感。それは、三国と戦国が融合した世界とは、また別の異質な世界であることを英雄たちに直感させた。姿を消した者たちはここにいるのか、あるいは何らかの情報を握っているであろうダッキもこの世界のどこかに潜んでいるのか。確信は何もない。しかし進むしかない。英雄たちは意を決し、異境の中を歩み始める。この世界の正体を突き止め、仲間を取り戻すために。偵察からの報告じゃ、どうやら近くに顔なじみの軍勢がいるらしい。率いているのはリクソンさん、銀千代、それに芝生さん。四条殿が？あった、喜ぶのはまだ早いですよ。向こうもこっちに気づいてるらしいんですが、なぜか臨戦態勢だそうで。ああ、戦でも追っ始めようってか。連中どうしちまったんだ。さて、近頃は妙なことばかりですからね。警戒しているだけかもしれませんが、まあ話ができりゃ何かわかるでしょう。とにかく行ってみましょう。まずはリクソンさんのところへ行ってみますか。あの御仁なら話が通じそうだ。どうやらここは川中島じゃな。この風景を見るとわし血が騒いじゃうよ。相手が剣心でなくて残念でしたね。また誰か現れたぞ。ここに騙されるな。かかれ。あらあら、うろたえ者があんなに大勢。言葉でしつけきれぬならどうしましょう。相手がその気ならば仕方ありません。火の鉄槌で目を覚ましてやりましょう。今度はあなたたちですか。すみませんが、容赦はしませんよ。開門をお願いします。全軍攻撃を開始してください。参ったね。リクソンさんなら冷静に話せると思ったんだが。よし、今だ。敵を挟み撃ちにせよ。しまった、私としたことが。まだ迷いがありましたか。良き働きです。責任ある立場にふさわしいご活躍です。遠慮は無用ぞ。残る敵は任せます。私は捕らえた者たちに愛を解かなくては。敵陣に大元気が。芝生は戦えるのか。一応奴と合流しておくとするか。え、寄るな。くそ、何なんだこいつら。
義が足りぬから惑うのだ。捕らえた者たちに義の何たるかを教えねば。残りの敵は東に嫌がんのか。とりあえず行ってみるしかねえやな。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。あの砦には四条殿がいる。私の話を聞いてくれればいいけど。四条殿、聞こえている？話があるの。門を開けて。あの声、やっぱり元気だよな。さすがにこいつはめんどくせえ。貴様ら、何か企んでいるのだろう。騙されるものか。混沌の宴、我に楽しませ。なんと兵を潜ませておったか。なんて特に驚くほどの策じゃないね。ああ、やられた。やっぱりめんどくさいことになっちまったぜ。小太郎が嫌がるのか。この戦、ヤツが仕掛けたんじゃねえだろうな。よくやったが、まだまだ小さい。立花の誇りがくじかれるとは。そこの武者、わしに付き合え。良き者の不要。風を捉えたか。ああ、楽しかったっと。手荒な真似はしたくなかったんだが、落ち着いて話せる雰囲気じゃなかったんでね。立花は戦に敗れて命乞いなどせぬ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。お前らを煮ても焼いてもうまかねえや。少しは落ち着きやがれ。皆様、遅くなって申し訳ございません。どうか双方武器をお納めくださいませ。カグヤ殿、それに神王殿、戦界の方までいらっしゃるとは。では本当にあなた方は味方なのですね。大変失礼いたしました。実は味方のふりをした将に何度も襲われた。そんなことが本当に。ここは神境という鏡の中だと思われます。その敵はおそらく鏡像でしょう。鏡像は鏡に映る本物の影。姿は同じでも心はうつろでございます。そして神境は戦界の鏡にございます。この中では時空を渡ることもできませぬ。鏡像を操っているのはおそらく玉物前となれば、先にここへ来た皆が危険です。詳しいことはまたいずれ。今は二手に分かれ、急ぎ仲間を探しましょう。何が起こるか分からぬ世界でございます。どうか皆様お気をつけくださいませ。あーん、た
ずいぶん歩いたが誰もおらんの。一体どうなっとるんじゃ。このまま一生こうだったら、孫作様に会えなかったら、私大凶、弱気になっちゃダメだよ。なんとかなるって信じようよ。ねえねえの言う通りじゃ。諦めんで手がかりを探さんとな。人でも敵でも何でも構わん。この状況を変えるきっかけを見つけるんじゃ。そうですよね。後ろ向きになったらいけませんよね。うんうん、大凶はいい子だね。さ、先に進もう。